お疲れさんです。ラットです。今回はですね、世界一の人のまで一応ね使ってやっていこうかなと思います。で、今のこのグローバル1位が、アナバンっていう海外のね有名な人だと思うんですけど、この人のこれですね、今のこのプロフィールになってるやつを使ってねやっていこうと思うんですけど、メガナイト、まさかのメガナイトが今来てるのか知らないんですけど、なんでメガナイトで上上がるんかわかんないんですけど、なんだろうな、コジョババとかにはメガナイトすごい強いと思うんですけどね、けどペッカとかもきついと思うし、なんでこれで上がれるのかなっていう感じなんですけど、ラムライダーとインドラユーとウルトラズマ、ウルトラ4枚ですね、ウルトラ4枚デッキっていうので、やっていきたいと思います。で、ラムライダーが最近意外と使われてるのかなと思いますね。なんかラムジンギみたいなのもありますし、はい。で、ラブが12なんですけど、このねメガライトニング宝箱で奇跡的にラムを当てれば完走いけるんじゃないと思ったんですけど、あと2枚っていうこの、はい、ラムが出たとしても届かないってやつですね。奇跡的になんか2枚出ないかな。ウォールブレイカー美味しい、これ2枚とか出ないですね、さすがに1枚ですね。なんで、おお、来てくれた、待って、初手で来てくれたらもうこれガチャすることないんだけど。あれ、もう終わったんすけど、これだって僕スーパーレアで、あの雷のライドラとウォールブレイカーで、ウルトラがラムライダーだけなんで、もうガチャ終わったんすけど、ええ、そんなことある。ウォールブレイカーよりライドラ欲しいんで、ライドラにします、僕は。はい、これでちょいと来てくれないとつらい。お願い、待って、ラスに、やばい、終わった、ラスト、終わってた。まあいいや。ってことで、ラムライダーって1枚なんですけど、方法がないですね。これ4勝しか今回やってなかったんですけど、これ4勝しかやってなくて、わざわざ宝箱開けましたからね。このラムライダー欲しくて、ウルトラレアでかけて。けど、お2でした。はい。ってなわけで、ちょいと長くなった。マルチにいます。ラムライダー。ラムライダー。なんだかんだ強いんですよね。はい、よろしく。で、このスプレ編成も、雪玉がラムライダーと相性がいいんで、雪玉を多分使ってるっぽいですね。ロリババが入ってないです。珍しく。なんか、最近どんなデッキにもラムライダーじゃねえや、ロリババが入ってるイメージがあったんですけど、このデッキには入ってないですね。すごい珍しいと思いますね。ボス敵メガゴ。ラバとかかな。最近なんか、のラバル、インドラのラバルとかもすごい流行ってるんですよね。ガゴをインドラにしたラバルみたいなのもすごい流行ってるみたいで。あはー、待って、下手すぎたかも。ちょっと最近あのクララあんまりできてないっていうのでやばいんですよね、ちょっと。焦り。これケツラバ。ケツラバ来ないか。あー、なるほど。おい、行っちゃいますね。行っちゃいますね。だから上手い人って、端前ペッカとか端前メガネってめちゃくちゃするんですよ。でも上手い人になりきれませんでしたね。ただただ綺麗に防衛されました。やばい、待って、ベビードラ、墓石、メガゴ、遅延スケラか、遅延なんだろう。いや、マジでなんだろう。わかんないんだけど。ぽい。攻めまーす。で、ここで雪玉でドーンとすると、そう、相手はこのラムを殴れずに入る。オーケー。こんな感じですよね、多分ラムの使い方的には。ラムプラス雪玉で、ノックバックさしつつ、ね。で、離れたメガゴとかは、ラムを殴れずに、ラムはメガゴを処理するみたいな。なるほど。これちょっと嫌ですね。なんで一応防衛します。一発いてえけど、まあ、しゃーなしですね。で、こう、ベビードラに対しては、インドラ合わせますか。まだ相手がロイかスケラかとか何もわかんないんで、これスケラ来たらポイズン2。ここまで出さないのあんまりないけどな。お、やばい。これさてやばい。これ一回ケツカラーでいきます。落ち着いていきます。このダメージがちょい痛いんですけど、ここのフルブッパで僕は押し切ります。そう、このデッキあれなんですよね。先日のクララクロシアムを見ている人ならわかると思うんですけど、僕がライキさんに怒られたデッキなんですよね。僕らやって、あ、おいしい、ゴレ、やば、相手にできなんかやばい。オッケー。で、ここで、左には攻めずに、いや、左だな。左攻めないとやばい。
これ雪玉して、おら邪魔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 、オッケー待って入れ、やばいこれ入んないと負ける、え、ちょ待って待って、最悪だ、負けると思ったけど俺もまだ耐えてる、オッケー、奇跡的にまだ耐えてる、オッケーオッケーオッケー、相手はゴレじゃないと削れないで、これロリババだけ警戒したい、ロリババだけ警戒したいけど危ない危ない、オッケーオッケー、いいよいいよ、相手そのライトニングやっちゃったよ、これで、あー待って、これポイズンで落ちる、ポイズンどちら、ポイズン早く、ポイズン早く、相手のライトニングよりは絶対俺の方が早いから、オッケー GG、 あ待って、やばいやばい、待って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 、やばい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 、危ねー危ねー危ない、やば、この縦線がちょっと気持ち非対心みたいなとこしたっすけど、相手はライトニング回ってなかったですね、危ない、いやマジで危ないっすね、やばいけど相手は普通にゴレだったんで、普通にゴレでしたね、はい、普通にゴレでした、てなわけで、まあ、2戦目いきますか、でラムライダープラス生き玉うまーくやっていきたいんですけどね、うまーく多分めちゃくちゃ入るんですよね、それが決まればディガー ISP、 うーん、Bラットデッキとかかな、ディガっぽいかな、ディガっぽいしかないよな、でもディガー ISP ってザップ、ザップこれ美味しいな、ここで攻めて何か来たら雪玉で、あーなるほど、あーあバルーンだ、これバルーンだ、やばい、ラムライダーもあれも使ったからやばいかも、ファルチェバルーンですねこれ、なるほど、ここはメガナイティ出していいや、オッケー、でバルキリーのやつだと思うんですけどね多分、いやここを歩かせないように走、多分ポトンってバルキリー置かれる、あーファルチェか、え美味しくねそれ、えでトレーナーで緊急と、あれあはーうまかった、相手がうまかった綺麗に防衛されちゃいましたね、あーこれちょっと厄介ですね、これは無視でいいや、ちょっとめんどっちいっすね、ファルチェディガーのバルーンですね、相手バルーンで、これ今トレーナーないでしょ、これ雪玉で絶対ノックバック、あペッカー最悪だ、全然違う全然違う、でもなんか固まってるっすね、まあまあまあ、でこれはインドラ出すのなでもないかな、縦線でいい気もするんすよね、なんかもったいない気がする、インドラ出すには、はい、しかも前でザップだったからこの縦線がきついきつい、でこれにユーノとか出して、まあ、こういうねちょっとしたカウンターを狙っていきます、はい、相手スキアイスピディがファルチェ、ペッカ、ディガ、んバルーンとかないのかな、あ、バルーンありましたね。これは美味しいんですよね、これ。これこれこれ。ラムー、これがやばい。マジでチート。これ、だって、やばくないですか、ただただバルーン餌ですからね。オッケー。で、このインドラが多分、あ、美味しい。焼いてくれる、焼いてくれる。焼いてくれる。しっかり焼いてくれる。これだって勝ちじゃないですか、もう。なんか、あ、でもファルチェがだるいのか、この。インドラで相手のファルチェのターゲットを取りたいと思ったら相手が一回防衛からしてきた、でここは攻めます、攻めっぽいします、うらやばい、攻めっぽいからのこれ雪玉で、うらいけ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 いいいいやばい、でこれ ISP からのザップを防ぐ言うの、オーケー完璧、いや、えやばいやばい、待って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 、えおーい、おい、あれあれ、俺のプレイ別に悪くなかったんですけど、いやだー、マジかマジか、これはあれですね、ちょっとやられましたね、なんか相手が最後のうまかった、今のはうまかったというか、なんかあれですね、ちょっとしゃしゃってた僕が油断しすぎてたまでありますね、でもまさかのトルネでガゴシュレうまいですね、相手さん、スケバレ、スケバレ、スケバレ最近全然見ないですけどね、あーなるほど、雪玉プラスのスケバレの爆破でガコが飛ぶんですね、なるほどなるほど、あーこれちょっと痛いですね、これあれでもあれなんですよね、コウモリ型じゃないと思うんですけど、なんかスケバレの
ケバレのどんな形だったかな、スケバレアウトロー、まあ、ギャング、まあ、これと似てる感じのスケバレ迫撃がグラチャレ今新しく勝率ナンバーワンみたいな、スケバレ迫撃がそう、まさかの今グラチャレ多分勝率ナンバーワンだったと思います。なんでなんかスケバレとかメガナイトと か, なんか最近ちょっとなかったようなカードが使用率今上がってきてるんですよね、勝率かな、使用率というか、はい。なんで意外とちょっとまた環境が変わってきてますね。ごめんなさい下手くそ。でもここはもう結構攻めますね。普通にこれきつくね相手、メガネと。おい誘拐、いやーやば、ガールだけ持ってった。さてはやばいですねこのメガナイト。さてはやばい、ガールだけ持っていくのはやばいですね。今のやばい、いろんな意味でやばい。このガゴ痛いんで攻めるんですけど、多分ギャングがいる。一発も入んないのはしゃあないですね。これは許容したいな、許容して OK で、また左から僕はゆっくり形作っていきたいですね。これで生き玉やっとこう。これ縦線でいいや、縦線で OK。 今のタイミングで生き玉飛ばされたらちょっと危なかったですね、縦線がどっか行ってけど、まあこれもう一回ご了承タイミングですね。これちょっとポイズン使ってもいいけどもったいないと思うんですね、気持ち。なんで僕はポイズン使わずに攻めます。でこれもう、うわー、それか、それうまい、それうまい。迫撃が一発痛いな、痛いっすけど、あーなるほど、これポイズンボーイしようで、後ろに縦線 OKOKOK 危ない。でここは一回置きますね、置いて後ろから組み立ててワンパンします、ワンパンします。 OK でここは受けるからの雪玉で完封 OK。 はい、来た、来ました。でここはポイズン打ちますね、多分ガゴン僕ないんで処理できないんですよね、相手のあれを。で速攻でラム飛ばしてガゴ追加とかもしたい。あーでもこれメガナイト多分殴るでしょこれ。オッケー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 。でこれ雪玉して、雪玉で全部持ってくからの誘導入る、よし来た、勝った。お GG でした、オッケー。やばいですね、ワンチャンがあるな、ワンチャンがあるのがでかいですね。まあ有能も強いし、まあ、ラブライダーが強しでしたね。はい、てなわけでこれ2戦目の相手のデッキはなかなかやばいですね、面白いデッキ。てなわけでまあこんな感じかな、まあ最後リガー12なかなかやりますねっていうやつで、まあ今グローバル1位の人のまあデッキなんですけど、まあ良ければね使ってみてください。でもまあウルトラおめえかつラムとか入ってるからマルチだとすごい使いにくいかもしんないですけども、グラチャルとかで、はい、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで本日終わりにしたいと思います。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。